政治の世界ではまた妙なことが起こっていて、面白いですね。農水大臣がつい、あれ政府関係者としては、何でした？処理水と言わなきゃいけないんだけれども、メディアもそうですね。処理水って言わなければ、いけないことになってるんですけど、汚染水が去って、記者団に囲まれて、ぶら下がりにも満たないような、取材の状況だったと思いますけれども、歩いてる大臣に、マイクを突きつけて、大臣を歩かせながら、話をして、その中で汚染水というふうに言ったと。漁民のことを考えたことがあるのかみたいな、コメントをしていましたけど、ちょっと違うんじゃない？汚染水でしょ 中国が使ってる言い方だっていうね、逃げ方ね、ずるいね。汚染水は中国はそう言ってるんであって、中国はね、核汚染水って言ってるかな。で、どこって言うけど、なんて言うんでしょう。だって、ストロンチウムにしろ何にしろ取り切れてないんでしょ？ 7 割ぐらいは。もう一回かけなきゃ、なんていうかな、彼らの基準からしても、海に流せるような代物ではないわけだと思いますよ。で、この前ね、少し丁寧に言いました。ただ、汚染水と言ってしまうのは、一度もアルプスを通さない、生の汚染水って言ったら変ですけども、溶けた、メルトダウンした核燃料、それに直接触れたような水ですね。もうべらぼうに放射線の度合いが高い水だと思いますけども、それを汚染水というのは別にその通りだと。いうことはありますけれども、一旦そのアルプスというね、どのくらい優秀なのか、私は実物は映像でしか見てないのでわからないんですけど、見てもわかんないと思いますけど それによってかなりの核臭を取り除くことができるということで、処理が始まっているという意味では、処理という言葉を使うことに別に問題はないと思うんですけど、処理中の水ぐらいの感じだと思うんですけどね。そんな言い方をしておりましたら、大臣が見事汚染水って言っちゃったので、それはね、つまり何らかの意味で汚染されていて、完全に処理しきれてないという意味では、大臣の言ってることは別に問題でも何でもなくて、元とか言えばだからね。元汚染水とかね。そうすりゃ開き直ることはできたかもしれないけど、もうひたすら平謝りで、辞任はしないっていう、そうだよね。そういう感じになってます。福島の、人々、特に、漁業関係者の気持ちを考えたことがあるのか、みたいなことで、コメントは揃ってるようですけれども、なんか違和感あるね。正直じゃない感じがするよね。これに関しては、吉川さんからも、メールをいただいてて、後ほど紹介する予定ですので、またこの半までの間に、もう少し詳しくちょっと申し上げたいことがあるので、ちょっと一旦置きますけれども、2つほど、ウクライナの状況ですね。これ、ほんのちょっとだけ、いわゆる反転攻勢が始まってから、その進捗度合いが遅いじゃないかっていう話は、なるほど、当事者もそういうふうに言ってる面があるので、納得できるものではあるんですけれども、しかし、かなりのところ今突破したようですね。で、おそらく突破するのにあたって、クラスター弾というのは大変有効に作用した。ロシア軍の陣地を攻撃する、ロシア軍の陣地の中で抵抗しているロシア兵、これを除去する、あるいは無力化するにあたっては、クラスター弾というのは大変
有効だったようでして、まあ、ロシア空軍の、その空爆を受けながらでも、ウクライナ軍が、いわゆる防衛線を突破する、ロシア側の防衛線を突破することができたというような感じのことだと思います。それからどうもやっぱりロシア全土で大変なあのこう無人機による攻撃というのはいろんなところで起こっていて、まあ、一番新しいのでいうと、リトアニア近くでした、ラトビアでしたけど、どっちか忘れましたけど、あのバルト三国にすぐ近いところにあるロシア軍の空軍の基地をかなり多数のドローンで、まあ、いわゆる砲火攻撃というやつですね。あのどんなに優秀な対空設備を持っていても多勢に無勢でやられると、そう簡単には全部撃ち落としたわけにいかない。で、少なくとも7機ぐらいのイリューシン78でしたか、あの大きな輸送機が攻撃を受けて、うち少なくとも2機はもうほぼ海人に帰するような状態、大変な大戦果を上げたようですね。で、これどうもそのドローンをどこから飛ばしたのか、そのウクライナの領土からじゃないんじゃないかっていう話があって、いくらなんでもそれだけ600キロぐらい離れてますから、それそこにあの、まあ、それだけの距離を飛んでロシア軍の警戒あの警戒システムに見つからないわけはないんだっていう、まあ、話があって、これが本当か嘘かはもちろんわからないんですけど、もっと近いところからウクライナの特殊部隊が撃ったのか、あるいはロシアのパルチザンの人たちがやったのか、まあ、いろんなことが考えられますけど、近いところからやられると防空の設備って案外役に立たないんだなっていう、まあ、なんかそういう話が出てきてますね。それからもう一つ似たようなことですけれども、これは別のミサイルかもしれないけど、あの超低空で侵入するミサイル、もうこれも落とせないと。で、クリミアの最新鋭の S400 っていう対空ミサイルですね、これが破壊されてるんですよ。すると、クリミアは今無防備な状態、ロシア軍側から見て、あるいはロシア国内の様々な基地も比較的近いところからドローン飛ばされると、どんな最新鋭の兵器も灰になってしまうということが分かってきたので、状況はかなり変わりつつあるだろうなと。まあ、もともといろいろ紆余曲折はあっても、最終的にロシア軍が優勢になる目はないんじゃないかというふうに、まあ、この番組でも申し上げたと思いますけれども、今はそっち側の話になってますね。まあ、ウクライナ軍がやられてしまうこともあるのかもしれませんが、それからもう一つ全然関係ない話ですけども、ジャニーズ事務所の話、あれね、元検事総長の林誠さんが、トップになって、精神科医の方と臨床心理士ですかねの方で作った、いわゆる検証のための委員会、その最終報告が出て、未成年の、まあ、ジャニーズ事務所の団員というか、ジャニーズジュニアの人たちに対する、長期間にわたる、まあ、必要ないわゆる性加害、これが行われたことを認定してる、ご本人がもう亡くなっている状況であっても認定をされました。で、とっても重要なことですけれども、さらに重要なのは今の社長さんですね、
ジュリーさんですよね、藤島ジュリー恵子さんで、この方の辞任を求めてるっていうことがあって、これそこまで及んでるとか強い措置を求めてるとかそういう評価の仕方をするんですけど、これ当たり前の話、どうして当たり前かというと、事件の対応っていうのは、これはジャニー喜多川さんが性加害を加えたということだけではなくて、加え続けられたっていうことが事件の重要な一要素になってる。で、週刊文春ですかねの、裁判が始まったり、あるいはそういう報道がかなり以前に一回なされているのに、にもかかわらず、社長である藤島さんはそれを、隠蔽するということを、隠蔽を行ったと。だから被害は大きく広がったんだっていうことからすると、もちろんそういう性加害を行ったジャニー喜多川さんがこの事件の主役ですけれども、同じくらいそれを隠蔽したジュリーさん、藤島ジュリーさんはまさに事件の重要な一部なんですよね。ということを考えると、解体的な出直しっていうふうなことをあえて言わずとも、この事件を総括するんであれば、それは、ジャニーさん個人で、亡くなってますけれども、ジャニーさんに対する行為を強く糾弾するだけではなくて、でそれに対する補償をするだけではなくて、被害者に対する補償をするだけではなくて、社長の、まさに引責辞任をしなければ、収まりがつかない話だというふうに思いました。ということで、まだですよ。で、ここから、今日冒頭でお話申し上げようと思ったことに入ります。少し端的にな表現にしときますけれども、いわゆる処理水の話です。で、これを、もうすでに流し始めたことで、今メディアの関心は、その状態に対して中国から嫌がらせの電話がたくさんかかってるとか、中国国内で、そういうものを、組織するような動きもあるとか、あるいは中国政府が日本産の水産物の輸入を一切止めた話であるとか、そういうことになってますよね。で、それは、ある意味、非常にこう目立つ世界ですので、目立った変化ですので、当然、それは報道されて叱るべきなんですけども、よくよく考えてみると、いわゆる処理水を海に流すということに関しては、これ先週ちょっと確か申し上げたと思いますが、私は絶対にやってはいけないことをやってしまったんだと思っています。それは中国の原発はもっとたくさんトリチウム出してるとかね、そういう話ももちろんあるんですけども、大事故を起こした日本の原発、その大事故がまだ終わってない、継続している中で行われる放射性物質の環境への排出というのは、これは事故そのものなんですよ。なので、タンクの置き場所がもうありませんっていう話とは全然次元の違う話で、放射性廃棄物を大量に廃棄する、しかもその辺にただ流すんじゃなくて、わざわざ遠くまで持ってってね、でこんなに薄いですよって薄めて出す、
薄めようが何しようが膨大な量の放射性物質を環境外に出すということですから、それを、容認するのはもう明らかにおかしいことだと思っています。事故の当初ベントってありましたよね。チェルノブイリのように原子炉が、爆発するというような、ことにならないために、いわば口を開けちゃうわけですね。でそれによって、もちろんかなり濃い放射性物質が環境外に出てしまうんだけども、圧力が高まって大爆発が起こるよりはマシだということで、ベントってやりますよね。これ今回もこれある種一種のベントなわけですよね。事故で発生した放射性物質を環境外に出す行為ですから。でなんでこんな面倒くさいことを言うかっていうと、それをやってしまったためにもちろん中国の消費者の皆さんが全員科学的な態度を取るべきだとかね、そんなことはおかしいでしょ。それはね、嫌がりますよ。で中国政府の取った態度、措置に関しても、日本はまさに事故を起こした原発をまだいわば野放しにしているということになるじゃないですか。でこれっていうのはつまりもしこの逆を考えてみたら、真逆のことを考え、日本はもう他の国のね、原発がどんなにトリチウム出そうがそれは関係ない、私たちの事故を起こした原発からは、もうこれで日本の国民それから地球上に流すことになっちゃうわけですから、よその国の人を含めてね、世界中の人々に対して迷惑かけることはしませんと。それやったらどうですか。逆になりません、風評被害が。だから日本産のその水産物の安全性、これは一つ独自に調べて安全なものをお届けしておりますと。ね。で、今度もトリチウムさえも流しませんっていうことになったら、それは日本の水産業に対する非常に強い後押しになるんじゃないでしょうかね。やったことはその真逆のことをやってしまって、薄めるから通ったら800兆ベクレル OK だろうっていうわけのわかんない。とにかく環境外に出すということを、しょうがないでしょう、大変なんだから、みたいなことですよね。タンクがどうこうっていうのは。で、そうやって、せっかく日本の水産物の評価を世界的に高める絶好のチャンスだったのに、それを、わざわざぶち壊しにしたのがこの政策ではないかと私は思います。で、じゃあどうしたらいいんだっていう話に関しては、少なくとも、可能な限り環境外に出さないんだっていうことを前提にした上でいろんなアイデアが出てくるんじゃないでしょうかね。いわゆる何ですか、モルタル固化っていうふうな方法をね、指摘する人たちもいますし、それは埋めることになるわけですけれども、その場所の提案だっていろいろ起こりうるんじゃないでしょうかね。いろいろ案が出てくるんじゃないかと思いますが。で、一つ問題が残るのは、
まあこれは要するに今の原発のある場所のことに関わって、みんな要するに福島県民に気を使って要するにそこに集めろというふうに言えないんだっていう批判をね、後で吉川さんのやつをご紹介しますけど、そういう嫌いがあるかもしれませんけど、それをまあクリアすることは必要ですよね、おそらく、うん、まあだけど結果として福島の水産物の評判を上げることになるんじゃないですかね。まあ水産物だけじゃないですよ、うん、日本はそういう姿勢でやるんだっていうのを示す絶好のチャンス、まあこれを失ったのが今回のことじゃないかなと思います。はい、っていうところでちょっと早めですけれども、今お話した内容に関しては、特に後半の部分ですが、私がメルマガをマグマグさんからメルマガを出させていただいてます。この2つ、ウッチージャーナルとウッチージャーナルデラックス、こちらの方の一部に反映をさせたいというふうに思いますので、チャンスがありましたらぜひお買い求めいただければと思います。はい、というところで、じゃあマスター1曲目いいですかね。セロニアスモンクとソニーロリンズですね。 The way you look tonight。